皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディーです。この動画は、中学校2年生、国語、三村図書の、モアイは語る地球の未来、1回目の内容です。この単元では、文章の構成や論の展開に着目して、筆者の主張を捉える、また論説を読み、筆者の物の,の見方や考え方について、 自分の考えを持つことを目標としていますでは、学習の流れについて説明をします今行っていることが、学習課題と学習の流れの確認です次に、漢字・語句の意味を確認しながら本文を通読していきます そして文章全体の構成を捉える最後に筆者の主張や考え方に対して自分の考えを持つという流れで学習を行っていきます準備物はノート教科書国語辞典ワークシート ① の4つですさて 今回の学習課題は、分かりやすく伝えるために、筆者は文章をどのように構成しているだろうです。筆者は、自分の主張を効果的に伝えるために、どのような工夫をしているのでしょうか。今回は、論の進め方に着目して、筆者の工夫を探っていきましょう。では、教科書116ページを開いてください。 まず最初に本文を通読しましょう文章を読み2つのことをしていきます1段落番号を振りましょう2意味のわからない語句に印をつけましょう印をつけた語句は辞書を使って意味を調べノートにまとめましょうそれでは動画を止めて 文章を通読してくださいそれでは確認をしていきますまず段落は全部で20段落あります次に注意する語句の意味についていくつか確認をします動画を止めてそれぞれの語句の意味をよく確認しましょう確認が終わったら動画を再開してください それでは本時の課題である文章の構成について見ていきます。本文を読んで、序論、本論、結論の大まかなまとまりに分けよう。今から序論、本論、結論の3つのまとまりに分けていきます。その前に、それぞれの役割について簡単に確認をします。まず、序論は、話題提示や問題提起の役割があります。 次に本論は、具体的な説明を行うまとまりです。最後に結論は、筆者の主張やまとめが書かれたまとまりです。説明的文章の構成については、教科書328ページで復習をしておきましょう。それではここで一旦動画を止め、どの段落が序論・本論・結論になるか考え、 ワークシートに記入しましょう。記入が終わったら動画を再開してください。それでは確認をしていきます。まず、序論は第1段落から第2段落です。次に本論は第3段落から第15段落です。最後に結論は第16段落から第20段落 本文を3つのまとまりに分けることができました。続いてそれぞれのまとまりをより詳しく見ていきます。次は第2段落について詳しく見ていきます。序論である第2段落には問いかけが4つあります。その4つの問いをワークシートに書き出しましょう。それではここで一旦動画を止め4つの問いについてワークシートに整理をしましょう。 ワークシートに記入が終わったら動画を再開してください。では、4つの問いについて確認をします。1つ目の問いは、モアイを誰が作ったのか。2つ目の問いは、どうやって運んだのか。3つ目の問いは、モアイが作られなくなったのはなぜか。4つ目の問いは、文明はどうなったのかです。 序論にはこの4つの問いがありました。問いがあれば当然その答えも本文に書かれています。4つの問いに対してそれぞれ対応する段落とその答えを探していきましょう。本論である第3段落から第15段落を読んで、段落番号と問いに対する答えをワークシートに記入しましょう。 それでは動画を止めて記入を始めてください記入が終わったら動画を再開してくださいそれでは確認をしていきますまず問一の誰が作ったのかについては第三段落から第六段落が対応する段落となります誰が作ったかはポリネシア人がモアイを作りました 次に、問い2のどうやって運んだのかについては、第7段落から第10段落が対応する段落となります。運んだ方法は、ヤシの木をコロとして使って運んだ。問い3のモアイが作られなくなったのはなぜかについては、第11段落から第12段落が対応する段落となります。その答えは、人口の増加により、 ヤシの森が消滅したため、モアイの運搬ができなくなったからです最後に、問4の文明はどうなったのかについては、第13段落から第15段落が対応する段落となります答えは、食料危機や構想により文明は崩壊した、ですそれではここまでの内容を整理していきます ここでは文章の構成を図式にしてまとめていきますまずこの文章は第1段落にモアいについての説明があります次に第2段落では先ほど確認したように4つの問いが出されていますこの4つの問いに対して筆者は一つずつ丁寧に答えを出していきます序論で問題提起を行いその問いに対して 答えを本論で述べているという構成になっています。そして最後に、第16段落から第20段落にかけて、結論のまとまりとなります。図式にまとめると、このような形に構成されていることがわかります。筆者は4つの問いを出発点に、モアイの文明の誕生から崩壊まで、詳しく説明をしているという構成になっています。 今回の学習では大まかな構成を捉えるとともに序論と本論の構成を詳しく読み取っていきました結論の部分では現代の私たちについての筆者の考えが述べられています次回の学習では筆者の主張を捉えるとともに本文を読んで自分の考えを持つ活動を行っていきます これで、モアイは語る地球の未来1回目の学習を終わります。